それにしても怪しいな。うん、瀬島と熊倉組のことだ。奴らには絶対裏がある。うん、私もそう思う。だが第二サイクロ事件と関係しているかどうかはわからない。もう少し調べてみないと。私だよ、私。イワシ？イワシじゃない。え、じゃあお前は？だから私だって言ってんだろ。ワラサ？魚から離れろ。もしかしてサワラか？てめえ、少し薬の量を増やしすぎたようだな。なんだよ薬って。まあいい、相棒だろ。どうしてそこにいる？いや、ちょっとな。寂しいだろうと思って出てきてやった。どんな理屈で？お前の左の視界に AR 拡張現実の画像を重ねてるんだ。だから右目では見えない、左目でしか。勝手に人の視界に割り込んでくんなよ。まあいいじゃないか、たまにはさ。そういえば今のお前の姿ってソムニウムの時と同じだな。何なんだよそれ。何というと？今まではそんな見た目じゃなかっただろ。ソムニウムで姿を現す時もお前は別の形態をしていた。これのことか？そう、それだ。なのに、なんで今更？夜中に暇だったから作ってみた。あ？お前が喜ぶんじゃないかと思って。喜ばねえよ。そうか？お前の好みに合わせてデザインしたつもりなんだが。だったら変更してくれ。断る。なんでだよ。なんでもだ。あと 2,3 回も見れば逆にこっちの姿の方に違和感を抱くようになる。イメチェンだよ、イメチェン。人間でいう散髪みたいなもんだ。散髪でそんなにイメチェンできたら怖いだろう。確認してみた。だが残念ながら本庁のデータベースには奴らを紐づける情報は見当たらなかった。そうか。念のためにとネットの方も当たってみたんだが、こちらはいくつかゴシップが引っかかった。どれも眉唾ものだが、聞きたいか？頼む。瀬島の現在の住まいは麻布にある。武家屋敷を改築して作った立派な邸宅だ。だが20年ほど前まで瀬島の住居は別の場所にあった。川崎地区だ。瀬島は生まれた時から40になるまでこの地区で暮らしていた。ここには瀬島家が所有する広大な土地があった。かつての地価でいうとその資産価値は総額300億円にも上る。ところがある時瀬島はこの土地を全て売却。その半年後、例の事故が起こったんだ。
化学工場の爆発事故か。この事故の影響で樺崎地区は立ち入り禁止区域となった。当然地価は大暴落、事故前の30分の1の値段にまで下落した。どう思う？タイミングが良すぎるな。事故の半年前に土地を丸ごと売却するなんて。さらに不自然なことがもう一つ。瀬島は事故の後、売却した土地の全てを自ら買い戻してるんだ。10億円で。つまり瀬島の手元には290億円のキャッシュと10億円相当の土地が。そういうことになる。あんな大事故があったにもかかわらず、瀬島の資産は一切目減りしてないんだよ。だが意味がわからん。別に得したわけでも何でもないし。そう、話がここで終わればな。だが重要なのはここからだ。実は地価が暴落した樺崎の土地を。続きは後でしよう。捜査本部からだ。あ、アビスの伊達さんですか。私は名波翔子殺害事件捜査本部の赤坂と言います。伊達さんにちょっと報告しておきたいことが。なんだ。実はこちらの本部の方に妙な電話がかかってきまして、府中刑務所の受刑者から。受刑者？やり取りは音声データとして保存してあります。とりあえず聞いていただけますか。それであなたは89号だ。ここではそう呼ばれている。一体どんなご用件で。俺は名波翔子を殺した犯人を知っている。俺をここから出してくれたらそいつを教えてやろう。司法取引ってやつだよ。やつは必ずまた誰かを殺す。生きながらにして目をくり抜いて、おそらく何人もの犠牲者が出るだろう。もし奴の犯行を止めたかったら、素直にさっきの条件を飲むことだ。じゃあな。ふん、こんなもんいたずらに決まってるだろうが。もちろん私もそう思いましたよ。ですがこの電話があったのは昨日の昼過ぎ、沖浦が殺される前のことなんです。つまり第二の犯行を予言した。ええ、そういうことになります。なので一応報告だけはしておこうかと。そうか、ご苦労だったな。では失礼します。本当にいたずらだと思うか。わからん。伊達さん、どうした？そんなに思い詰めた顔して。うん、さっきネットで知ったんだけど、ブルームパークの死体、沖浦さんの前の奥さんだったんだね。ああ。ってことはあれは瑞希ちゃんのお母さんで、瑞希ちゃんは自分のお母さんの死体を。なのに僕はでも知らなかったんだ。本当だよ。殺されたのが名波翔子って人だったのは知ってたけど、名字が違うし。だからまさか瑞希ちゃんのお母さんだとは思わなくて。僕、瑞希ちゃんに謝りたい。本当にごめんなさいって。PV だ。知らんが。おい伊達、見ろ、カメムシさんがいるぞ。わーいわーい、カメム
廃止ツールだね。高校？それはハイスクール。チュルチュルチュル、うん、もう一杯。それはそばだ。あの絵、番号を刻むうなじってタイトルらしいよ。そうか、ならよかった。まだウェブラジオの収録中だね。でも予定だと、もうそろそろ終わるはずだよ。君、よくナンパされるだろう。受付嬢よりもアイドルの方が似合ってるんじゃないか。でも私、こう見えて年結構いっちゃってるんだよね。アイドルなんて絶対無理だよ。失礼じゃなければいくつなんだ。今年で36。嘘だろ。なんか積極的じゃん。肉食系っていうの、私そういうガツガツ来る系の男って嫌いじゃないよ。俺も君みたいなタイプは意外と。あ、でも先に言っとかなきゃなんだけどさ、私実はレプティリアンなんだよね。それでも大丈夫？レプティリアンってなんだ？爬虫類の宇宙人のことだ。日頃は人間のマスクをかぶって偽装している。全然大丈夫じゃない。そっか、残念だな。おっぱいちゃん。え？まずい、思わず口に出してしまった。もうやだこいつ、家出したい。してただけだよ。お前の普通を俺は知らない。同人ショップに行って新作をチェックして、ジュローでラーメン食べて、ネカフェで馴染みの掲示板をパトロールして、別に普通でしょ。それが普通なら俺は普通の一日ってやつを過ごしたことはない。何も知らないよ。お清浦さんとは何度かすれ違ったことがあるだけだし。どんだけ嘘が下手なんだこいつは。調べるまでもないが、念のため。これが現在のオータの体温だ。だろうな。お前、俺の召喚獣になったの忘れたわけじゃないよな。自作自演の件、イリスにバラすぞ。自作自演？わあわあわあ、なんでもない、なんでもないです。じゃあ話してもらおうか。わかったよ。昨日の夕方、僕は散歩気に行こうと思ってお店が入ってるビルに向かって歩いてたんだ。そしたら
そのビルの中から沖浦さんが出てきて。一人でか？誰か一緒にいたんだな。男性か。ってことは女性か。なるほどな。お前がそれだけ必死になってかばうってことはまさかとは思うが、それはイリスだったとか。違うよ、アセトンちゃんじゃない。そうか、沖浦はイリスと一緒に。分かったよ、どうせ隠しても無駄なんでしょ。認めるよ、その通り沖浦さんはアセトンちゃんと一緒にビルから出てきた。でもアセトンちゃんは事件とは無関係だよ。アセトンちゃんが人殺しなんかするわけない。だってアセトンちゃんはアイドルなんだ。アイドルは人を殺さない。アイドルはうんこしないみたいに言うなよ。アセトンちゃんは僕にとっての救世主なんだ。そんなアセトンちゃんが誰かを殺すなんて。アセトンちゃんを初めて見たのは僕がラノベの執筆で行き詰まってた時なんだ。当時の僕はネットの感想に一喜一憂して本当に書きたいものを見失って人生で一番のスランプに悩まされてた。まるで大御所作家みたいな口ぶりだな。うん。そんな時にアセトンちゃんが歌って踊る動画を偶然ネットで見かけて、僕は大事なことに気づいたんだ。人の目なんか気にしなくても自分がやるべきだと信じられることを一生懸命やればそれは誰かに伝わるんだって。そういう姿勢が創作においては何より大事なんだって。それをきっかけに僕は未曾有のスランプを脱出して同時にアセトンちゃんのファンになって、きっとアセトンちゃんに助けられたのは僕だけじゃない。アセトンちゃんは僕以外にもたくさんのオタクを元気づけてくれる救世主なんだ。そんなアセトンちゃんが人殺しなんて絶対絶対ありえない。瑞希は特にお前に対して怒ってる様子はなかったぞ。え、瑞希ちゃんに会ったの？あ、取り調べで。そっか、こいつには俺と瑞希が同居してることは言ってなかったな。別に隠す必要はないが説明するのも面倒だし。ああそうだ、瑞希とは取り調べ的なやつで話した。いかがわしい。は？取り調べ的なやつって言い方、性的な匂いがするよ。僕のラノベだったら絶対に無夫婦なイベントだもん。お前どんなラノベ書いてんだよ。でも疑ってるんでしょ。本人から話だけは聞かせてもらうことにする。そのことによってイリスの潔白は証明されるかもしれない。お前もイリスの無実を信じるなら知ってることを全て話せ。でもイリスのためにもだ。確か夕方の6時15分ぐらいだったと思う。二人はどこへ行った？わからない、沖浦さんの車に乗ってすぐに見えなくなっちゃったから。その後お前はどうしたんだ？散歩けに行ったら店の入り口に本日貸し切りって札がかかってて、仕方がないからそのまま家に帰ることに。どうした？イリス、聞きたいことがある。一緒に来てくれ。ん？
イリス、これからいくつか質問する。正直に答えてくれ。ただし、自分にとって不利になるような発言はしなくてもいい。黙秘権ってやつですか？まるで犯人扱いですね。そういうわけじゃない。ただ、手がかりが欲しいだけなんだ。協力してくれると助かる。取り調べの内容を記録するためのカメラだ。カメラが捉えた映像はリアルタイムでデータベースに送信され保存される仕組みになっている。ちなみに遠隔操作も可能だ。昨夜の7時から9時ぐらいにかけてお前は何をしていた？ずっと家にいました。本当か？はい。アイボ、サーモグラフォ。イースの体温について目立った上昇は見られない。嘘はついてないってことか。いや、そうとは限らない。世の中には息を吐くように嘘をつく奴もいるからな。肝っ玉が座っていれば体温は変わらないと。うむ。沖浦の死亡推定時刻は昨日の午後8時頃。イリスの話が確かなら犯行は不可能ということになるが。いや、それも違うぞ、伊達。仮にイリスが自宅にいたとしても、そこで沖浦を殺害したという可能性は否定できない。まさか。もう一度聞く。お前は昨日の午後8時頃家にいたんだな。はい。母親に聞いてもいいか？いいですけど、聞いても意味がないと思います。なぜ？ママはその時家にいなかったので。帰ってきたのは今朝早くのことで。今朝？ええ。それまで一体何を？さあ、わかりません。わからないって。そういえば、イリスの母親サガン瞳は沖浦ともつながりがあったんだったな。ああ、瞳は昨日こう言っていた。沖浦君は高校の時の同級生で、かれこれ20年以上の付き合いになります。英徳学園っていう高校なんですけど。まあ、だからといって今回の件と結びつけるのは短絡的に過ぎるが。しかし気にはなるな。瞳は一晩中何を？太田はこう言っていた。昨日の夕方6時15分頃、散歩家が入っているビルのエントランスからお前と沖浦が一緒に出てきたって。本当か？はい。沖浦さんからすぐに散歩家に来てほしいって電話が。何時頃だ？確か5時ぐらいじゃなかったかな。それで支度をして散歩家に着いたのは多分1時間後ぐらいだったと思います。伊達、通話履歴を確認してみた。午後4時58分、確かに沖浦の携帯からイリス宛てに
電話がかけられた記録がある。サンポケで沖浦と何を？あることを頼まれました。あることって？今夜この店を貸し切りにしてパーティーをするから司会をしてほしいって。大物の人たちがたくさん集まる大事なパーティーだって言ってました。だけど司会を頼んでた女の子が急病で来られなくなっちゃったみたいで。でも私断ったんです。どうして？だって私ただのネットアイドルですよ。司会なんてやったことないですし、偉い人たちが集まるならなおさら。司会を断ってそれからどうしたんだ？沖浦さんと一緒にお店を出ました。時間は6時15分頃。その時に王丹に見られたんだと思います。その後は？沖浦さんに車で家まで送ってもらいました。着いたのは7時頃。それからはずっと家にいました。相棒どう思う？今のところ特に矛盾はない。だがむしろ理路整然としすぎているような気もする。お前たち人間の記憶は曖昧だ。普通は正確な時刻までは覚えていないものだろう。確かにそうだな。沖浦が殺されたと知ったのはいつだ？今朝のニュースで知りました。お前は昨日沖浦と会っていた。警察に情報提供しようとは思わなかったのか？すみません。こういうのって普通自分から言うものなんですか？それに今日は午前中からウェブラジオの収録が入ってて、警察に行ったら間に合わなくなっちゃうでしょ。そしたらスタッフさんとかに迷惑かけちゃうことになるし、それで。前にサンポケでバイトしてたそうだな。はい。期間は？1年とちょっとです。それだけ働いてたら店内の設備にも詳しくなるよな。まあある程度は。監視カメラについてはどうだ？映像データがどこに保存されてるのか知ってたんじゃないか？何が言いたいんですか？私疑われちゃってるんでしょうか？別にそういうわけじゃ。いいんです。昨日私が沖浦さんと会ったことは事実ですし。でもこんなこと言うのもなんですけど、私には不可能だと思います。どうして？だって私女性ですよ。沖浦さんはああ見えて意外とがっしりとした体格をしてましたし。まあ確かに一理あるわね。刺殺や毒殺、射殺ならともかくとして、こんな普通の女の子が一人の男性を絞め殺すなんて。いや必ずしも不可能とは言い切れない。なぜなら沖浦の体内からは鎮静剤の成分が大量に検出された。沖浦は死亡する直前まで昏睡に近い状態にあったものと思われる。ならば女性でも考察は可能だったと。待ってください。仮に殺すことができたとしてもそれ以外のことは無理でしょ。それ以外とは？例えば沖浦さんの体を吊るしたりとか。どうして知ってる？そりゃ知ってますよ。
ニュースで大々的に報道されてますし。確かにそうね。沖浦の体重は72キロ。この子が全体重をかけても引っ張り上げるのは無理なんじゃないかしら。まあそうだな。自分の腕力だけで持ち上げるのは至難の業だろう。だがちょっとした工夫をすればあの状況を作り出すのは可能だ。工夫って？サンポケの店内にはドラム缶があった。蓋が開くタイプのオープンドラムで、1本の容量は200リットル。空の状態での重さは20キロだ。沖浦の主体はメイドカフェ、サンフィッシュポケットの店内にて。ワイヤーによって天井の梁から吊るされた状態で発見された。場所はカウンターのすぐ近く。ワイヤーには金属製のフックがついていて、一方は沖浦の上顎に突き刺さり、もう一方は床に置かれた生ビールの樽にかかっていた。樽の容量は20リットル。三つともビールが充填された状態で、重量は一つにつきおよそ25キロだった。沖浦の死亡推定時刻は昨日土曜日の午後8時頃。頸部には索条痕が残されており、顔面には鬱血が、また結膜、口腔粘膜等には多数の溢血点が見られた。犯行に用いられた凶器はねじられた布製のもの。犯人はこれを沖浦の頸部に巻きつけ、背後から左右に締め上げることで沖浦を窒息させたものと思われる。具体的な死因は頸部の血管閉鎖による脳循環不全。簡単に言うと、犯人は沖浦を後ろから布製の何かで締め殺したってことだ。サンポケはビルの2階にある。エレベーターの運転記録によると、昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間に、エレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。午後8時55分。その時乗っていたものの総重量は140キロだ。俺はこの時計のことをよく知っている。間違いない。沖浦の愛用の腕時計だ。こいつはサンポケの店内にあったドラム缶の中から発見された。ということは、手順はこうだ。まず沖浦の死体をカウンターの近くに横たえる。次に梁の上部にワイヤーをくぐらせ、フックを死体の上顎に突き刺す。続けてカウンターの上に3つのビール樽を乗せ。女の子が？確かに大変な作業ではあっただろう。樽の重量は1つにつき25キロもあったからな。だが女性でも頑張れば。まあ不可能ってわけでもないか。で、自分自身もカウンターの上へ。3つのビール樽に梁から垂れ下がったワイヤーのフックをかける。そこでそれらを蹴落としたらどうなるか。樽は3つで75キロ、沖浦の体重は72キロ。なるほど。そうすれば確かに沖浦の体を引っ張り上げることが。じゃあついでにもう一ついい？
現場や死体の状況からお給らがどこか別の場所で殺されたのは間違いないと思うんだけど、もしも彼女が犯人ならどうやって死体を散歩家まで。私は分かってる。あなたには無理よね。72キロの物体をあの店まで運ぶなんて。残念ながらそれができちまうんだよ。どうやって？これがなんだかわかるか？沖浦の愛用の腕時計だ。散歩家にあったドラム缶の中から発見された。ちょっと伊達くん、そういう大事なことはちゃんと報告してくれないと。だからなんだって言うんですか？たとえ72キロの物体でもドラム缶の中に入れちまえば運搬するのはたやすい。横に倒してゴロゴロと転がせばいいわけだから。つまり沖浦の死体はドラム缶に入れて運ばれてきたってわけね。その時に何かの拍子で腕時計が外れた。だけど犯人はそのことには気づかずに。まだ断言はしてない。ただそうすりゃイリスでも運ぶことができただろうって話で。私はそんなこと。第一、目撃者はいるんですか？街中でゴロゴロとドラム缶を転がしてる人がいたら、いろんな人に見られてるはずです。ビルの入り口まで車で運んでくればいい。私、免許なんて持ってません。免許なんかなくても車は運転できる。競技 AI だってできるくらいだ。バカにしてるのか。突然入ってくるな。お前が私を愚弄したからだ。いいから黙っててくれ。あの、誰と話してるんですか？ところでイリス、確かお前の体重は48キロだったな。いきなり何ですか？もう少し太るか痩せるかした方がいい。余計なお世話ですよ。イリス、お前のためを思って言ってるんだ。もしも死体の運搬にあのドラム缶が使われたとするなら、犯人の体重は48キロである可能性が高い。イリス、散歩家はビルの何階にある？2階です。そうだな。そこでエレベーターの運転記録を調べてみた。昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間、エレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。午後8時55分。その時乗っていたものの総重量は140キロだと分かった。沖浦の体重は72キロ、ドラム缶の重さは20キロ、合わせて92。これを140から引くとどうなる？あらあら、これは困ったことになったわね。そんな、なんで？もちろん、だからといってお前が犯人ということにはならない。世の中には48キロの人間なんて大勢いるし、誰かが48キロの物体をエレベーターに乗せ、自分は階段で2階まで上がったのかもしれん。偽装工作のためにな。だが、伊達、止まれ。イリスの様子が変だ。待て、振り向くな。どうして？いいからそのまま
壁の方を見てるんだ。この部屋には3台のカメラがある。天井の隅に設置された2台の監視カメラと三脚で固定された記録用のカメラだ。それぞれの映像をハックしてみた。とにかく見てくれ。一体どういうつもりだ。あのことって何なんだ。おい、答えるんだ、イリス。伊達君、彼女は間違いなく何かを隠してるわ。シンクして。イリスは現在レム睡眠中。例の薬がバッチリ効いているようです。どう、伊達君、いけそう？問題ない、始めてくれ。制限時間は6分です。だからそれまでに。わかってる。それじゃあ行きますよ。さあな。だが関係があるからこうしてソムニウム世界として現れているんだ。イリスのやつ何を隠してるんだ。ソムニウムスキャン開始。ブラウン管のテレビだ。映像なんだ。信じがたいが、第一サイクロ事件の被害者の顔だ。何？どういうことだ。イリス、お前は何を隠しているんだ。捜査を続けるぞ。部屋に物が増えたようだしな。頭部があるものは普通トルソーとは言わないぞ。では何と言えばいいんだ。
全身が映る大きさの鏡だ。両開きの扉だ。びくともしない。外に出ることは考えなくてよさそうだ。頭部があるタイプのトルソーだ。ダメだ。ガードが硬いな。もっと気分を盛り上げていかないと。何の話だ？オーソドックスな手だが、マッサージから入るのも有効だぞ。やる気がないなら、あらゆる手を使ってお前の首を絞めるが。それはお前、そいつにやれよ。そういうプレイですってことで。黙れ。伊達君、残り5分よ。俺たちの意識まで遠のいたようだったが。意識が飛んでいるうちに部屋の様子が変わったようだ。こんなことが続くのは気分が悪いが、調べるしかないな。誰をオペするんだ？フリでいいからやってくれないか？オペするフリか。何も起きないな。私は虚しいよ。おかしいな。記憶の再現につながると思ったんだが。記憶の再現という考え方は一回捨てた方がいいのかもな。残り4分を切ったわ。薬瓶だ。何か液体が入ってる。ラベルがないので成分がわからない。まあ危険物と見ていいだろう。そうだな。わからないうちはあまり触れない方がいい。ソムニウム世界とはいえ行動が制限されるかもしれないからな。古い型のテレビだ。今の映像、また第一サイクロ事件の被害者の顔が映っていた。おそらく2番目の被害者の。どういうことなんだ。イリスと第一サイクロ事件、何か関係があるっていうのか。わからない。現状では断定できない。もっと調べろってことか。そうだな。あそこのガスボンベと棚、
そしてトルソーが1体新たに増えた。よし行こう。3分を切ったわよ伊達くん。ファッションセンターにありそうなタイプのトルソーだ。俺がやられたんじゃないよな。安心しろ、伊達の体に影響はない。精神にはかなり来るけどな。お前の意識が飛んでいる間にテレビと古い本が現れたようだ。いい加減を終わりにしてもらいたい。問題ない、私の予測が正しければもうすぐ終わりだ。当たるといいんだが。現代もののテレビだ。今度は第一サイクロ事件の3番目の被害者だった。ウィリス、どうしてこんなことを。ネットやテレビで見知っただけという可能性もあると思うが。殺しの状況まで再現してるんだぞ。想像力が豊かってだけで説明つくのか。伊達、確たる証拠はまだ得られていない。今は時間の限り調べてみよう。ああ、そうだな。残り2分もないわ伊達くん、急ぎなさい。リボルバーだ。モデルガンではないのか。ああ、見た限りでは偽物ではないようだ。週刊少年、やめろ。私は精一杯やった。改造人間じゃないんだ。普通あんな高さまで届くわけがない。したがって私は悪くない。誰もお前を責めてはいないよ。ただのロッカーだ。相棒。大丈夫だ。それよりも
何だったんだあのソムニウムは。私たちもモニターで見てたわ。殺された4人の女性は間違いなく第一サイクロ事件の犠牲者です。つまりあれは6年前に起こった連続殺人の光景、その時の記憶の断片がコラージュされて表出したものでしょう。そんなバカな。それじゃあ彼女たちを殺したのは。ヒデオロドームの放送が始まる。なんだよヒデオロドームって。知らないのか、あの有名なカルト映画を。知らないし、そもそもあれテレビじゃないからな。なんだか懐かしいわね、伊達くんと私、あの長机の上で何度も愛を確かめ合ったっけ。愛って漢字の書き方をな。なあ、今何か聞こえなかったか？気のせいじゃないか。今朝ボスが話していた通りですよ。第一サイクロ事件の犯人、初代サイクロプスは未だ捕まっていません。捜査が始まってからしばらくして事件は謎の圧力によって国家機密に指定されました。その後何の進展もないままいつの間にか迷宮入りに。一応対外的には細々と捜査は継続されていることになってますけどね。でも実際は動いている人間なんて誰も言いやしないんですよ。6年前の第一サイクロ事件と今回の第二サイクロ事件、おそらく両者には何の関係もないと思います。どうして？犯人が違うからですよ。初代サイクロプスが今回の犯行を行うのは絶対に 100% 不可能なんです。なんで断言できるんだよ。できるからできるんです。とにかく僕のことを信じてください。さっきのソムニウム、犯人とおぼしき人物のそばにもう一つの人影があった。あいつは一体。さあ、僕に聞かれても。シンカーは必ずしも目的のソムニウム世界に入れるとは限りません。夢とは潜在意識の中で抑圧された記憶の断片がパッチワークみたいに組み合わされてできたものです。ある事件の捜査でシンクシステムを使うとき、我々が知りたい記憶は何らかの形で対象者の心の底に閉じ込められてしまっていることが多い。必然的にそれらの記憶はソムニウム世界で顕在化する頻度が高くなり、故に我々は大抵の場合目的の情報を手に入れることができるわけです。がそれはあくまでも経験則的なことであって、確実にそうなるという保証はありません。要するに我々が夢の内容をコントロールできるわけじゃないってことです。
夢とは記憶の断片がパッチワークみたいに組み合わされたもの。さっきそう言いましたよね。これを式で表すとこうなります。夢 D イコール記憶 A プラス記憶 B プラス記憶 C。 夢 D というのは言うまでもなく虚構の出来事です。ところが記憶 A、B、C の方はそうじゃありません。全て現実の出来事です。つまり言い換えるとこうなります。虚構とは現実の組み合わせによって構成されるものである。じゃあさっきのソムニウムで見た光景は？ええ、イリスが実際に目にしたものだと思います。ピューター、お前はさっき記憶というのは全て現実の出来事だって言ってたよな。だがそうじゃないこともあるんじゃないか。例えば間違った記憶、誤記憶の場合とか。誤記憶というのは正しい記憶がごちゃ混ぜになってできたものです。なので分解すればやはりそれぞれ現実の出来事ということになります。じゃあ映画やテレビで見たものは？それも本人が実際に見たという意味では同じく現実です。人間は生まれてから一度も目にしたことがないものをゼロから想像することはできないんですよ。なあ、もう一度確認させてくれ。さっきのシンクで俺が見たのは第一サイクロ事件の光景だったんだよな。ええ。ってことは彼女たちを殺害していた人物が初代のサイクロプスってことに？そうなるわね。ボス、お前も見てたんだろ。あいつは、あの人影は。伊達君、あなたの顔をしていた。要するにあの時の事件の犯人は。嘘だ、ありえない。伊達、お前の中には6年以上前の記憶は存在しない。したがってお前自身がありえないと断定することは不可能だ。もしかして伊達さん、あなたが犯人だったり。あなたには左目がない。それであなたは他人の左目を奪おうと。なんてね、冗談よ。あなたがサイクロプスなわけないじゃない。え、そうなのか？決まってるでしょ。私が連続殺人鬼を部下として採用すると思う？イリスはシンクの前に伊達君から尋問を受けていた。その時に抱いた伊達君に対する恐怖心があんな形で現れたんだと思うわ。だから言ったでしょ、第一サイクロ事件は最高ランクの国家機密なの。いくらあなたでも詳しいことは話せないのよ。第一サイクロ事件が起こったのは6年前。俺が記憶を失ったのも同じく6年前のことになる。もしかしてこの2つには何か関係が？ないわよ、ただの偶然でしょ。本当か？ええ。人は記憶にないものを夢に見ることはないわ。つまりイリスは事件のことを知っていると？6年前というとイリスは12歳ということになるな。あいつは12歳の時に犯行現場を目撃したっていうのか？それも一つだけじゃなく4件の犯行全てを。もう、
伊達さん、そろそろイリスが目覚めそうです。わかった。なあイリス、さっきの夢は。夢？夢って何ですか？伊達、イリスに聞いても無駄だ。シンク中、シンクの対象者はソムニウム内の出来事を経験しない。したがってそのことを覚えてるわけがないんだ。じゃあ6年前の第一サイクロプス事件については。サイクロプス？ああ、それならニュースで聞いたことが。でも当時私は12歳でしたし、詳しいことは。知らないっていうのか？ええ。殺害現場の近くにいたとかそういうことは？ありません。あるわけないじゃないですか。だが夢とは記憶の断片がパッチワークみたいに組み合わされたもの。人は記憶にないものを夢に見ることはないわ。伊達くん、イリスを家まで送ってあげて。え？証拠不十分ってやつですよ。結局ソムニウム内でも手がかりは見つからなかったわけで、法律上このまま彼女を留めておくことはできません。どうやら従うしかなさそうだな。